はい、ドラゴンボールレジェンズやっていきますということで、もうめっちゃ久しぶりです。なんかもうログインすらしてなかったですね。1ヶ月ぶりくらいですそんな感じでとりあえずね1ヶ月ぶりのログインです。まあ一応なんか熱そうなガチャが来てたんでね、一応ねこれをやっていこうと思います。いつから来たんだろう。まあやっぱりジレンとさ、身勝手は欲しいとこっすよね。イラストかっこいい。リミテッドなんだ。マジで何にも見てないんで、必殺演出見ていきます。いや、やっぱこうやって見るとさ、やっぱドッカンバトルとの差が激しいよね。どうだろう。なんかほんと数ヶ月ぶりにログインしたから、前回のターレス以来かな。いやー、やっぱドッカンバトルとは違うよね。まあ、でもドッカンバトルもね最近ちょっと頑張ってるんで、好きです。チレン、おお、シンプルでかっこいいじゃん。まあジレンはねほんとまさに鳥山明って感じのデザインですよね。まあ、いずれフルパージレンもね、来るんでしょうね。こんなもんかな。あ、すげえ、トッポもいるわ。すげえ。すごいね、トッポとディスポもいるわ。まあ、いや、長くなっちゃうんで。まあ、ガチャ行きましょう。行きます。まあ、いつもねチケットがたまるステップ4までやってるんですけど、お、いきなり新キャラ確定。いきなり新キャラ確定なので、まあ、しかも今回新キャラ4体いるのか。うん、だよね。まあ、ジレンと身勝手とは限らないってことですもんね。じゃ提供割合だけちょっと。0.25 か、身勝手。うん。身勝手を引くのはなかなかえぐいかな。新キャラ引くのは、あれ？新キャラも引く、結構きついね。あ、でもスパーキング 10% も出るんだ。前からでしたっけ？いや、ステップ2。あ、ダウンロード入んなかったんで、もうスキップしちゃいましょう。お、すげえ、リミテッド出た。まさかのリミテッド出ました。まさかの、リミテッド、ベジータブルー。まさかのリミテッド出ました。いや、最近やってなかったから、運がね、貯蓄されてるんで、出るでしょう。あ、もうこれ来たね。
どうだろう、この氷ステージはどういう、氷河のステージは何か意味あるのかな。私のかっこよさ、お分かり？懐かしい。ジェン、あああれ、これリミテッド？これリミテッドの悟空じゃない？いや、そうだよ、多分。これリミテッドでしょ。うん、すげえ。リミテッド2連チャン。なにこれ、リミテッドガチャなの？いや、リミテッドガチャじゃないでしょ、これ。すごいな、運がいいだけだ。まさかのリミテッド2連チャン。ステップ4、いきます。スキップ。おー、ヒット。これでチケットがたまったのかな。うん、チケットいきます。まあ、これで身勝手の悟空はトップだ。ダウンロード入んなかった。トップだな。おじれんだった。暑い。なんかもう満足です。まだ石3000個ありますけど、満足っちゃ満足ですね。これどういうステップでいくんだろう。ステップ1になった。ステップ5がチケット1枚、ステップ6もチケット1枚、ステップ7で無料。4に戻るんでしたっけ。ステップ3に行くのか。ステップ3が2枚で、ここで4枚になるでしょ。あー、やっぱいけないか。うん、いや、行きましょうか。せっかくいい流れ来てるからね。どうだろう。これはどういう意味なんだろう。宇宙ステージはどういう意味があるんだろう。ダウンロード入んなくても新キャラ出たんで、あるのかな。あ、トップ。いや、ステップ7まで行って終わりにしましょうか。間違えちゃった。ステップ7行きます。あ、ダウンロード入んなかった。おめえはオラに勝てねえ。あげまあでも、リミテッド2個出て、
ジレンも取れたんで全然いいかなと。カモン。おー、ケフラー。あえてトップをこのケフラにしてるんで、身勝手お願いします。身勝手狙いに行くからケフラにしてあるんで。ダウンロードカモン。あー、ごめん。あ、これもスパーキングすら出なさそうですね。これでね、終わりに一回します。うん、また動画出せないと思いますけど、わかんない、プレイすればね、もう一回チケット貯まるくらいはいけると思いますけど、いかんせんもう数ヶ月ぶりのログインなんで、ターレス以来のね、ログインなんで。うん、まあ、とりあえず、まあ、結果で言うと、まあ、かなり良かったんじゃないかな。うん。まあ、身勝手を吹くのは相当大変だと思うんで、言うて別に 0.25% で他のリミテッドと別に確率同じなので、狙ってね、身勝手を吹くのは相当大変だと思うんで、うん。まあでもトッポとか出たのもなかなか運良かったんじゃないかな。うん。ステップ5。うん、ステップ5がちょっとやっぱ確率上がってるんだね。いやでもやっぱりね、狙って、身勝手とか狙いに行くのは相当大変なんで、まあかなり運が良かったと言っても過言ではないですね。うん。今回のガチャ結果はね。うん、そんな感じで、まあ、プレイするかわかんないですけど、久しぶりのドラゴンボールレジェンズでした。うん、そんな感じで、どうもありがとうございました。逃がさないよ。俺が身勝手の僕。